パフィオペディルムデレナティパフィオペディルムディレナタイは卵化植物の一つ。ピンクの美しい花をつけ、干渉価値が高い本属のものの中でも女王と言われることもある。常緑の多年性草本で地上性の卵化植物。葉は根室状に生じて5から7枚あり、長楕円型で長さ8から13センチメートル、暗緑色と海緑色のブチ模様がある。花器は 冬から春。花茎は直立して高さ約15センチメートル。先端に一花をつけるのが普通だが、時に逃げをつける。花は、計8から9センチメートルで白くて、淡い紅色を帯びる。全体に白い単毛に覆われる。花碑の質は柔らかい。背角片は卵型。側花弁は甲卵形で、背角片より大きい。新弁は、巾着状で、 縁は内に巻き込んでいる。なお、鼻にわずかな方向がある。ベトナム中南部に産する。石灰岩地帯の山間部で臨床の岩状に不植土の溜まったところに生育する。ただし、この種の原産地に関しては少々の事情がある。最初にヨーロッパに導入されたのは1913年頃とされるが、この時は詳細な産地がわからないままにフランスの軍人によって ベトナム北部のトンキンから持ち込まれたが、この株は腰した。その後1922年に、これも産地不明確なまま、再発見された株から未消によって得られた系統が導入され、これが世界に広まった。再発見者は M ディレイネットである。詳細な産地が確認されたのはさらに遅れて1992年頃であった。全体の形態は、 ミクランサム P マイケランサムに似るが、ホフクエダはない。ヨーランの一つとして栽培される。干渉価値が高いとされる本属の中でも特に評価の高いものの一つで、本属中の女王と呼ばれることもある。また、数少ない桃色花として、桃色系の花を作出するための後輩親としても重視されている。以下、主として、唐沢干渉 p 四十六塚元ほか、 P106 からさは P177 斎藤、P112 以下、辛からさは P175 から177つかむとほか、P106 斎藤 P112 からさは P175。ちなみに、王はロスチャイルディアナムであるよし、ドバシ P178。ありがとうございます。